尿管結石ってやつになっちゃって、まあこれが痛いのなんのでね、あの陣痛に並ぶ痛さなんて言われてるみたいなんだけども、まあ痛かった。まずね、夜中寝てたんだけど、それ目覚めてね、ちょっとなんかうずく感じがしてね、で目が覚めて、で収まるかなと思ってゴロゴロしてたんだけどね、だんだんその痛みが増してきて、あの最初はねマラソンとか何やね、持久走走らされてる時の脇腹の痛みみたいな、こうキリ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 してみたいな感じだったんだけど、それがさらに発展していって、なんかね、あの本当ね、誰かの指がねこう腹の中入ってきてね、脇腹入ってきてね、なんかこうグリ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 指先でやられてるみたいな、北斗の拳のアミバにね、あの尻尾疲れてるみたいな、なんかグリグリってね、施術されてる時みたいな、これされたことないけど、まあ、そんなイメージで、もういよいよね、ちょっと声がね、もううめき声漏れそうだったからね、寝室を出てリビング行って家族寝てたんで、でリビングでゴロ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 、まあ、床でねやってたんだけどね、まあ、それでも全然ダメで、どんどん痛みが増してきてね、まあもうこれやべえ、これちょっと怖い怖い痛さやっぱりこれうわーってなっちゃって、でもうすぐね自分で救急病院探して電話して、ちょっと今から行きますってことで、で外出てって、タクシーね探して行きたかったんだけどね、もうタクシーを探すのもやだ、もう首振ったりとかするのも嫌だからね、もう腰折り曲げてね、ずーっとね腹を押さえながらね歩いてね駅前の、やってたね病院に行って、先生も痛いっす痛いっすって言ったら、まあ、とりあえずちょっとじゃあ応急処置ということでね、座薬入れましょうということで、看護師さんにねお尻プスって座薬入れてもらったんだけど、全然それ効かなくて、で、まあ、ちょっと検査しようって、スキャン、なんだあれ、何スキャンというか分かんないけどね、なんかドーナツ状の輪っかに入ってくやつ、あれも初めてだったんだけどね、あそこに連れてかれて、もそれも怖かったね、あれもやったことないから、ガン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 みたいな、それに入って、輪切りみたいなやつなのかな、あれ。で、検査結果出ました、つって写真を見たら、やっぱりこれ石だね、つって、尿管結石だよ、君って言われて。なんすか、それって。なんかね、何らかの理由で石が、なんか、できちゃって、体内で。で、それが、膀胱に落ちるまでの細い管通ってる時、なんかそこ神経集中してるところ通って落ちるまでが痛いと。だからそれ落ちたら痛くないんだよって言われて、まあ、待つしかないと、もう何もできることないよって言われて、でそのまま寝ててね、ずーっとこう待ってるんだけど、もうずっとコロ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 、もう野田打ち回りながら、で先生たちはねもうやることないから、もう看護師さんと談笑してんだけど、もうちょっともうイライラしながらね、もうなんとかしてくんねえかなと思いながらね、でもそしたらね本当にね、ある程度経ったらね、スーって痛みが引いてって、あれ先生なんか俺痛くないっすって、あ、そうでしょって。もうじゃあ石落ちたよ。よかったね、君。おめでとう。帰っていいよ。って言われて。で、そのまま、まあ、来た道そのまま歩いて帰って、家着いてトイレに入って、おしっこしたら、コロンってね、すぐね、ちっちゃいね、2ミリぐらいの石がコロンコロンって出てきて、あ、石出たと思って。で、石、なんかおしっこするときもね、なんか痛いのかなと思ったら、それ全然痛くなくて、で、あ、よかったと思って、パンツね、おパンツパッと見たら、座薬がね、そのまんまの形で残ってて、まあ、踏ん張って、ね、出ちゃったみたい。普段入れてないからね、わかんなくてね、力んじゃって出ちゃったみたいで、だから座薬効いてなかったんでね、まあ、それは痛み取れないわな、ということで。だからね、まあ、結局、病院行っても行かなくてもね、まあ、待ってれば、石は落ちて、痛みは引くっていうことだったんだけど、あれはね、無理。もう怖すぎて無理だね、あれもう、あれは怖い。痛さよりも怖い。はい。で、まあそのままね、布団戻って、寝まして、また何も気づかれずにね、何事もなかったように帰って寝たんだけど、まあ約2時間ぐらいかな、家出てから帰ってくるまで。ゲリラ豪雨みたいなね、そんなやつでしたね。というわけで、尿管結石、原因はよくわかんないそうです。